そうですね、あの姉が留学するときにそのルネコを見つけて、で通信制の高校でルネコに入って、で私も中学卒業した後はテニスに打ち込みたかったので、で、まあ、姉が通っていた関係で私も通信制で選んでルネコに入学させてもらったというような形ですね。まあ、ネットでできるので時間がある時パパッとできる感じだったので、遠征に行ってる時とかできない時もあったんですけど、やるようにはしてました。あんまり遅れてないと思います。まあ遠征が多かったのでなかなかいつも前もって連絡することができなくて、いつもギリギリで入れてもらったりしてたんですけど、遠征から帰ってきてオフシーズン、オフ期間とかに当てるようにしてたので、冬が多かったんですけど、はい、私は座禅とそば打ち体験はい、それは記憶に残ってます。そば打ち体験は楽しかったです。座禅はちょっと冬だったので寒かったなっていう記憶が、はい。ルネサンス高校。